今日の訓練は唐津市の離島柏島で林野火災が起きたという想定で実施されました。県防災航空隊の隊員8人が乗った防災ヘリは佐賀空港近くにある拠点を出発してから17分後、唐津市西の浜付近に降りると唐津市消防本部の隊員3人を加えて再び離陸。そこから柏島まで5分ほどで到着。唐津市消防本部によりますと、本土側から離島に出動する場合、これまでは船をチャーターして現地に着くまで1時間以上を要していたということで、ヘリの導入で大幅な時間短縮を図ることができます。今回は訓練ということで唐津市の西の浜を火災現場と見立てて空中からの散水消火活動を行います。一方、火災消火訓練は西の浜付近で実施。900リットルほど入るバケットという容器に消防車からホースを引いて300リットルほどを入れてヘリで吊り上げます。どういうふうに航空隊を使っていくかっていうのがですね、まだ佐賀県全部ちょっとまだ分かってないと思いますので、私たちもですね、航空隊と地上消防隊がですね、連携し合っていくっていうのがですね、一番の課題かなと思っております。普段はヘリでの活動をすることがない唐津市消防本部の隊員は、入れ替わりながら11人がヘリに搭乗しました。県防災航空隊は来月28日の運用開始に向け、県内の他の各地区とも連携して様々な訓練を行っていく予定です。